メリークリスマスでございます。サンタお姉さんと会えた幸運なお方には、今日一日、ハッピーになる魔法をかけてあげるでございます。おはようございます。外はまだ寒いですが、早起きするでございます。サンタお姉さんは、子供たちの模範にならないといけませんので。頼めば、クリスマス風の中華を作っていただける中華料理店があると聞きました。一体、どのような品なのか、少し興味がございます。司ちゃんと待ち合わせ中でございます。司ちゃんは多忙で遅くなることもございますが、必ず来てくれると信じているのでございます。眠りにつく前に、私もサンタさんにお願い事をしてよいのなら、明日もまた、司ちゃんと会いたいでございます。この衣装は、幼い頃からの憧れなのでございます。何しろ、サンタお姉さんは、子供たちを幸せにする魔法が使えるのでございます。司ちゃんと魔女退治に出かけるお時間でございます。子供たちを守るために、サンタお姉さんの魔法で、やっつけてくるでございます。鏡の魔女の結界で、クリスマス風の衣装のアリナ、失礼、アリナさんのコピーを見かけたのですが、一体、何だったのでございましょう。昔、迷子になった時、サンタお姉さんに助けてもらったのでございます。お姉さんは魔法を使ったとしか思えなかったでございます。この衣装は、司ちゃんとクリスマスパーティーに行くために用意したものでございます。パーティーがとても楽しみなのでございます。三京や本舗の銘菓、冷やし抹茶ケーキのクリスマス限定版が発売されるようでございます。司ちゃんと一緒に食べたいでございますね。魔法少女の中にも年派のいかない方はいらっしゃいますから。サンタお姉さんとしては彼女たちもハッピーにして差し上げたいですね。私がクリスマスパーティーに行くことは、家族にも特別隠し立てしておりませんが、司ちゃんと会うことは、もちろん、秘密でございます。特にお気に入りなのは、ベル付きのリボンでございますね。こちらは、司ちゃんと、お揃いのベルなのでございます。決して友人が少ないとは思いませんが、プレゼントを送り合うのは司ちゃんだけです。あ、もしかして、私、友人が少ないでございますか？ふと気がついたのですが、みふゆさんの魔法少女姿にも、ふわふわのファーがついていて、色を変えれば、サンタお姉さんのようでございますね。あ、似合ってるでございますか？はあ、改まってそう言われても、少しばかり、照れてしまうのでございます。